史上初めて結成された南北柔道合同チームが2018柔道世界選手権大会男女混合団体戦で銅メダルを獲得した。南北柔道合同チームは27日アゼルバイジャンバクーで開かれた男女混合団体戦で銅メダル決定戦で、ドイツを4例で下した。ルーマニア、オランダをべて4例で撃破し、 準決勝に進んだ合同チームは準決勝で日本に04と乾杯し、決勝には進めなかった。しかし、同メダル決定戦でメダルを獲得し優秀の美を飾った。